追走1番の瀬能秀信。今日は川島を目標に突き切りたいところ、1番の瀬能。残り2周回まだ隊列動きありません。前受け5番の磯島正義、7番小塚真嗣の北日本勢バックストレッチへ出ました。この後ろ3番の松本和成関東ラインですが、6番手バックストレッチから4番の川島清流がスパートしていきまして、5番の磯島を叩いていきそう。1番の瀬能が追走して中四国両者ペースをつかみます。引いている5番の磯島正義の外から3番の松本和成がプレッシャーをかけて、5番の磯島は内に詰まる展開、後方となりました。残り1周切って先頭4番川島清流ラストスパート、追走する1番の瀬能秀信。中四国両者2コーナーからまくって3番松本和成が4番川島を捉えて先頭。そして今日は3コーナー過ぎ、5番の磯島正義のスピードに7番の小塚は追えません。先頭は関東勢3番の松本、6番の越川を追って瞬く間に5番の磯島が迫るが、さあ広がってゴールイン、越川和久か、外追い込んだ5番磯島正義、最後はこの2人でしょうか。